俺の名前はアキラ、高校3年生。顔はブサイクで有名だ。昔から顔がコンプレックスで仕方がなかった。唯一取り柄が運動。学校でも一番と言っても過言ではなく、いろいろな部活から助っ人として呼び出されることも多々あった。それもあって特にいじめを受けることもなく平凡と暮らしていたが、しかし最近周りの友人に彼女ができ始め、生涯一度も付き合ったことがない俺は危機感を感じていた。そんな中、他のクラスのたけしが俺をおちょくってきた。こいつは俺とは真逆のイケメンで頭脳明晰。唯一俺がこいつに勝てるのは運動だけだったけど、やはり顔面偏差値の壁は大きく、たけしは超モテモテで、いつの時期でも彼女がいた。よう、アキラ。周りの友達もみんな彼女ができたみたいで、最近一人ぼっちだな。うるせえな。こんな顔だからしょうがねえだろ。さすがに同情するよ。俺がもしその顔で生まれてきたら絶対に身投げしてるね。へいへい、そうですか。アキラ、俺最近今の彼女に飽きてきたからさ、アミに告白して乗り換えちゃおうと思ってるのよね。なんだと？アミちゃん、学校のマドンナ的存在。とにかく男子からはモテモテで告白の後が立たないほどだった。もちろん俺もずっと好きだ。でもこんな顔じゃ無理に決まっていると諦めていた。お、アキラ、お前のその表情、アミに間違いなく気があるな。ま、お前には絶対手の届かない高嶺の花だもんな。俺がお前の分まで愛してやるから安心しろや。俺は何も言い返すことができなかった。たけしはムカつくが、あいつが言うのも間違いない。俺には手が届かない高嶺の花。そんなことずっと前から分かってるんだ。でもなかなかこの気持ちは冷めない。無理だって思えば思うほどドキドキしてしまう。そして今週末は体育祭が行われる。俺が唯一輝けるイベント。俺は毎年リレーでアンカーなのだが、俺にバトンを渡すのがなんと今年はアミちゃんなのだ。いいところ見せたいと思う気持ちもそうだが、少しでも彼女と関われると思うだけで嬉しくて仕方がなかった。体育祭当日。アキラくん、私足を引っ張っちゃうかもしれない。よろしくね。いやいや大丈夫だよ。俺がしっかりアミちゃんからのバトンを1位でゴールまで届ける。しっかりサポートするから安心してくれ。心強いね。うん、よろしくお願いいたします。お、やっぱアキラがアンカーか。俺も今年はアンカーだ。お前には負けないからな。ま、負けてもそれ以外すべて俺が勝ってるから特に問題ないんだけどな。言っとけ。アミ、俺が勝ったら付き合ってくれよな。え、なんでそうなるの？スポーツができるイケメンがタイプってこの前言ってたじゃん。まさに俺じゃないか。確かに言ったけど。アミちゃんは赤面してもじもじしていた。本当に可愛い。でも悔しい。イケメンでない俺にとって今の話は絶望的だったけど、これが反対にたけしには負けられないという強い気持ちの根源になった。リレーがスタートした。俺のチームは好調で首位をキープしている。これなら余裕で1位を取れる。そう思っていた時、アミちゃんがバトンの受け取りに失敗し、体勢は立て直したものの、その後の焦りもあって走行中に転倒してしまった。それでも諦めず俺にバトンをつなぐために必死に走るアミちゃん。アミちゃん頑張って、俺が必ず1位になる。諦めないで。邪魔しちゃった。ごめん、アキラくん、お願い。俺とアミちゃんのバトンは成功。俺は無我夢中で先行者を追いかけた。おお、一気に追い抜き、ゴール手前、首位のたけしを捉えた。バカな、なんて速さだ。俺が勝つ。俺の気迫でたけしはゴール目前、足を絡ませ転倒。俺はそれをジャンプで避け、1位でゴール。本当にすごい。アミちゃん、
な、なんとかなっただろ。うんうん、本当にすごかった。かっこよかったよ。かっこいいだなんて、ウサギの俺からしたらとても光栄な言葉だけどね。ウサギなんかね、キラ君は本当にかっこいいわ。じゃあ俺と付き合ってよ、ってな。うん、よろしくお願いします。え、たけし君が言ってたことは本当。私ずっとスポーツ万能な人がタイプって、なんかアキラ君のことが好きだった。いろいろな部活の助っ人してピンチの分を救ってくれるところ、本当の本当にかっこよかった。まさに私の理想、憧れのヒーローだよ、アキラ君は。俺イケメンじゃないよ。イケメンって容姿だけのことじゃないよ。私にとってアキラ君は誰よりもイケメンだよ。たけしのことは？え？ナルシストで自信過剰でちょっとキモい。こうして体育祭は終了。俺とアミちゃんは奇跡的に両思いだったということに驚いた。今までコンプレックスだったこの顔も、髪型やファッションを少し気にしただけで意外にも自信が持てるようになった。俺は今とても幸せだ。幸せすぎて辛い。たけし、ごめんよ。